はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス機動戦士ガンダムユニコーンステージ2パラオ攻略戦やっていきましょう。今回もハードでいきます。フルフロンタル。第二次ネオジオン戦争以降、弱体化の一途をたどり、羽毛の州と化していたジオン残党を短期間で救護、軍事組織のレベルまで再編してみせた袖付きの首魁。かつての伝説に伴い、シンクの機体シナンジュを狩り、圧倒的な力を振りかざす様に、地球連邦軍は赤い彗星シャア・アズナブルの再来と噂した。だがシャアの亡霊に恐れを抱き、沈黙を処世としたのは過去の呪縛に囚われた者たちだけである。箱の鍵を託された少年バナージ・リンクスはオードリーと呼ぶ少女を救う。ただそれだけの理由を胸に秘め、戦場に躍り出た。 NTD を発動し、赤い彗星と対峙する獣、ユニコーン・ガンダム。しかしマリーダ・クルスが操るクシャトリアの奇襲により、バナージの意識は闇に落ち、ユニコーンの機体ごと袖付きに拘束される事態となる。対してネール・アーガマは何も果たすことができないまま戦闘を終えた。艦載機は壊滅、船も甚大な被害を受け、箱の鍵は敵の手へ。この惨敗としか言えぬ状況に、艦内は敗北感と悔恨に満ちていた。その屈辱を受けていたのはリリー・マーセナス少尉も同様である。仲間の犠牲に対し、自ら掴んだ現実のあまりの虚しさ、自分の不甲斐なさに苛立ちを隠せず、悲憤を抑える答えを求め、彼は拘束中のミネバ・ザビという少女のもとを訪れた。子供の頃、テレビでザビ家の演説ってのを聞いたことがある。ジークジオン、ジークジオン、君の悪い光景だったよ、疑念ザビ。君のおじさんに先導されて、何千人もの人間が一緒になって叫んでた。ネオジオンでもやってるんだろ、ジークジオンってさ。ここで言ってみろよ、言えよ。君がジオンのお姫様なんだって分からせてくれよ。そうでないと、ミネバザビともあろう者が何だって一人で連邦の船に潜り込んだのか。でもあいつは、バナージは最後まで君の名前を呼んでた。ミネバザビじゃなくてオードリーって名前を。何も分かっていないのですね。フルフロンタルがあくまで私をミネバザビであると認めなかったのはなぜだと思い。それはこちらの人質作戦に乗らないために。考えればわかることです。この10年近く私が捕まらずにいたわけ。ネオジオンが再び地球圏に拠点を得て軍備を整えられたわけ。デキレースだって言うのか。インダストリアルセブンでの一件もすぐに報道されなくなる。家族や友人を失った人たちには許しがたいこと。でもスペースノイドはそうした理不尽に慣れている。その不満の受け皿、怒りの矛先として連邦は私たちの存在を容認してきた。これまではラプラスの箱がそのバランスを崩した。連邦にはネオジオンとの関係を清算しようとする動きがあるのかもしれない。だからこそビスト財団は門外不出の箱に手をつけたのだとも。難しいんだな。俺は自分をパイロットだと規定してきた。モビルスーツを動かして与えられた任務を確実にこなすのが仕事で、他のことは考える必要がない。たまに不正が起こっても自分で自分を正す力が連邦政府にはあるって。いや、嘘だな。
見ないように考えないようにしていたんだ。家にいる時からずっと君はなぜ一人で行動を起こしたんだ。私にも生まれついた家というものがあります。一年戦争の悪名を背負った家です。私は政治と無関係ではいられない。また同じ過ちが繰り返されようとしているなら命に代えても止める義務と責任があります。君はジオンの人間だ。裏で慣れ合っていたとしても俺たちの敵だ。それを許すことは俺にはできない。わかります。リディ・マーセナスと言いましたね。ああ、あなたの家というのは別の場所で会いたかったな。一方、ユニコーンと共に袖付きに囚われたバナージはネオジオン残党の拠点パラオの総司令部に移されていた。本来鉱物資源衛星として機能していたパラオの内壁には今もなお3万人以上の居住者が一つの生活圏を構築している。そしてその司令部にはジオニズム文化運動の影響を色濃く残した宮殿と見まごう貴族趣味が演出されていた。それはすでに滅んだ国家の残滓、歴史に散見されるジオン公国軍の警棒そのものだった。旧公国軍最後の砦アーバウア空にこんな部屋があったらしい。このパラオの総督は旧ジオン公国の熱烈な審判でね、人の行為は素直に受けなければならない。趣味に合わないことでもな。それも指導者に求められる資質の一つだと思っている。具合はどうかな。あのガンダムから君を救出するのに随分苦労したと聞いている。あの、ん？失礼ですが、その仮面は傷か何かをお隠しになっているものなのでしょうか。もしそうでないのなら顔を見せていただきたいのです。貴様。いい、アンジェロ大尉、バナージ君は礼儀の話をしている。はこれはファッションのようなものでな、プロパガンダと言ってもいい。君のように素直に言ってくれる人がいないのでつい忘れてしまう。すまなかった。ミネバ様との戦いは聞いた。しかし君がビスト財団からユニコーンガンダムを託された経緯についてはまだ不明瞭な点が多い。あれは本来我々が受け取ることになっていた機体だ。カーディアスビストはなぜ君をラプラスの箱の担い手に選んだのか。ここへ運ばれてくる間に話した通りです。それ以上のことは自分も知りません。箱を隠し持つがゆえにビスト財団の映画はあった。連邦政府との協定を破ってそれを差し出すからにはたやすく変更できない計画があったはずだ。当初の予定が狂ったからといって行きずりの相手に箱を託すとは信じがたい。例えば君もビスト一族の関係者だったとか。答える義務あるんでしょうか。貴様。やめろと言ったアンジェロ。なめるなよ小僧。答える義務はない。だが我々は箱の情報を欲している。ミネバ様のことがあるから穏便な聞き方をしているのだということは覚えておいた方がいい。そのミネバ、オードリーが言っていたんです。今のネオジオンに箱を渡してはいけない。また大きな戦争が起きてしまうって。ほう。俺たちのコロニーでインダストリアルセブンで起こったことを思えば誰だって同じ気持ちになります。彼女はジオンのお姫様なんでしょう。そのオードリーが反対しているのにどうしてあなたたちは。では君は信じているのか、ラプラスの箱の存在を。誰も見たことがない
中身も定かでない箱なるものに本当に連邦政府を覆すほどの力が秘められていると。それは分かりません。でも一瞬で世界のバランスを変えてしまう知識や情報というものは確かにあるように思います。例えばジオンが最初にやったコロニー落としとか、小惑星を落下させて地球を冷やすとか、9世紀の核爆弾もミノフスキー粒子やモビルスーツだってそうです。世界は安定しているように見えても少しずつ変化しています。そういった力のある発明や実験ならタイミング次第で。正しいな。歴史をそのように理解できる君なら宇宙移民が機敏政策であったことも分かっているな。サイドごとの自治が認められてはいても市長の任命権限は中央政府に独占されている。その中央政府の選挙権も与えられないというのではスペースノイドは参政権を剥奪されたも同然だ。我々ネオジオンは一枚岩ではない。だが共通しているのはこの歪んだ体制を変えたいという意志だ。連邦の鎖を断ち切りスペースノイドの自治独立を実現するために我々は。でもテロはいけませんよ。どんな理由があっても一方的に人の命を奪うのは良くない。そんな権利は誰にもないんだ。では貴様はどうなのだ。武力の全てが悪ならガンダムを使った貴様も同罪だ。貴様のせいで我々も貴重な兵を失った。俺のせい。たとえ流れ弾だろうが貴様が撃ったことには変わりはない。バナージ君にはまだそんな実感はない。無我夢中だったのだろうからな。俺が人を殺した。君にはまだ学ぶべきことがたくさんある。我々のことを知ってほしい。その上で良き協力者になってくれれば嬉しく思う。あなたはシャーズナブルなんですか。今の私は自らを器と規定している。空に捨てられた者たちの思い、ジオンの理想を継ぐ者たちの宿願を受け止める器だ。彼らがそう望むなら私はシャーアズナブルになる。このマスクはそのためのものだ。銃を向け合った相手に突きつけられた現実をバナージの理性は即座に受け入れずにいた。少女との約束を守るため夢中で引き金を引いた記憶はあれど、その弾が敵に命中し命が散った感覚まで伝わってはいない。彼の精神はバナージ・リンクスという輪郭を維持すべく思考の海をさまようも、言葉は何一つ形とならず、今はただ歌方のカゴトが浮かんでは消えていくのみだった。攻略戦。資源衛星パラオ。そういえばさ、フルフロンタルは大佐なの？将軍はいないのかな。フルフロンタルでもトップでしょ。トップ大佐なんだ。中将とかね、大将とかね、いないのかな。まあ別に不在っていうのはあってもいいのか。相撲でも横綱不在とか普通にありますからね。いや相撲とか全然詳しくないけど、
あ、カタパルトデッキがやられてる。左の。情報局も優秀だよな。一気当選のエコーズ。ジョナ・ギブニーってこいつ誰だっけ？いや、田口さん、ここからなんかいいやつになったよね。いや、もともといいやつだったんだろうけど。いまいちわからないんだけど、アステロイドベルトって何なの？よく単語としては出てくるけど、それが何なのか全然分かってないんですよね。なんかちっちゃい惑星群みたいな感じかな。ロマンチストなんだ。まあ最初に訪れる壁ですよね。人を殺すっていうことは。人手が足らない時になって。いつも足りてねえじゃん、じゃあ。いや、まあごまかすためのあれだと思うんだけど。めっちゃ近いところにいたんだな。
オブジェクトボードはピラミッドスポットに置かれた。あと難しい暗号だね。なんでさ、こういうさ、牢屋ってさ、いつも簡単に開けられるようになってんの？管理体制甘いでしょ、どう考えても。まあ水と食料の最低限2日くらいだったら、でもさ、本当に少量でいいよね、我慢すれば。本当に酸素だよね、やっぱり宇宙にいるんだから。酸素ってどれくらい必要なんだろう。しかもさ、こう非常警報が鳴った時にさ、普通に一般人が出歩いてるっていうね。そんなに味方機いっぱいいたっけ？車線から離れるほどの。おお、一気に戦艦2隻が潰された。こういう戦艦もさ、一瞬でやられるときとさ、なかなか攻撃食らっても沈まないときがあるよね。
お、ここはいきなり出撃か。12機以上破壊。 DD が6機か。結構大変だね。この特定の人物がね、何機以上破壊しないといけないっていうのをね、すぐ忘れるんだよね。まあデルタクラスだったらなんとかなるかな。結構強いよね、やっぱり攻撃力330、320。っていうかやっぱハードモードだから強化されてんのかな。こんな能力高くないよね。うちのデルタプラスどうだったっけ。だってうちにデルタプラスなんていなかった。デルタガンダムしかいなかった。デルタプラス見れるか。270、260、300だもんね。あ、やっぱ強くなってるわ。スタークジェガン、プロトスタークジェガンか。スタークジェガン自体は前の戦闘で出てきてなかったけどさ。壊されちゃったかな。ドラッツなんて相手にならんよ。まあ、しばらくねジェガンは使われるからね、連邦の主力として。傑作機だったのかな、量産機としての。めちゃめちゃコストパフォーマンスがいいみたいな。ひっついてこ。一応減らせられるね、当たればだけど。ミサイルとガザ D か。マスターは一応出しておくか。これでいくつ当たるか。1万5000か。ドラッツはね、なんかめちゃくちゃ弱いっていうイメージがあるからな。こう当たる。メガビームキャノンが当たるか。フェニックスはそこまで強くないんだよね。こいつは減ってるから回避しよう。こいつはビームライフルで減らすでしょ。で、デルタプラスグレネードランチャーでいいかね。4900。どうしようかな。ビームライフル撃っておくか。あんまり、くそ、邪魔をしないでくれ。エネルギーは変わんないかんね。え、強っ。こいつも減ってんのか。で、メガビームだと倒しちゃうけど、まあ多少は倒してもいいか。でもスタークジェガン大型対艦ミサイル6000とか強えな。おお、かわされた。やはりデルタプラスだな。めちゃ強え。これで何機目、残り5。あ、違う、残り5。あれか、リディ・マーセナスが倒す分だから残り8のうち残り5を倒さないといけないってことか。これで言い訳つくだろ、帰っちまえ。何、なんか言い訳どころか完全に撃墜してるよね。この調子でトントンリリーで倒していこう。こっちはやる気が違うんだ。くそ、
完全にエースパイロットだな。じゃあスターク時間で減らしておこうか。ちょっとやばい、撃墜スコアはいただきだぜ。残り2か。こっちの2人は倒しちゃっていいかな。戦艦のレベルを上げていきたいんで、フェニックスガンダム、やっぱり防御力とか250か、微妙だな。基礎攻撃力を260、まあ、今270しかないからね。ただマークギルダー自体のレベルが高いから強く感じるけど。でメガビームキャノンだな。フェザーファンネルとかはマジックパー使うからね、どうしても。強っ。これ倒せば一応目的は達成だな。よし、チャレンジ達成で、イベントまで残り1なんで、まあ、なるべくちょっとこっちのターンでイベントを起こしたいよな。あとはエンドラ級積んでるね。ムサカは積んでない。こっちのエンドラは積んでるか。そうするとあと1匹だから、とりあえずこいつは返そう。あ、こいつらだけか。このガザを倒しておくか。支援ありていこう。通信波探知、いやー、こんなところに出てくるとは。まあでもユニコーンだったら普通に切り抜けられそうだけどね。こういうさ、回線とかってどうなの？他の人たちにも聞こえてんの？オプションなしで大気圏突破が可能。
れリリソイの反応が消えたぞってここでならないのかね。戦闘中だからそこまで気にしてらんないのかな。さっきと言ってることが全然違えな。コックピットさえ残ってればいいって言ってたのに。いやもうどっか行っちゃったよ。おー、さらに後ろにいるか。サイコモニターって何？いつの間にそんなの作ったんだ。いや、純然たるニュータイプっていうのは強化していないニュータイプでしょう。
け、ここに出てくるのか。しかもなんかのドムタイプだな。ドライセンか。ドライセンも強いね。290あるよ。あ、そうか、ハードモードだからか。じゃあどうしようかな。サダナ進めるか。機動力がすごいね。これしか当たらない。4000ってどうなの。当たるか。強い。いや、これ別にハードモードの1個上なんだっけ、忘れちゃったけど、なんかそっちでもいけるかな。意外に。これはもうネイルアーガマとか動かさなくていいかな。艦砲射撃で、戦艦がちょっとやばいのか。食らうと、で、排入ガンダムを出していくか。なんか、あ、そうか、ユニコーンのあれか、サイコジャックみたいなやつか。ピンファンネル行こう。ただやっぱりね、排入ガンダムも圧倒的な火力があるわけじゃないからな。精密射撃。ユグフード、リゼルか。リゼルがね、やっぱり弱いんだよね、どうしても。この2人で倒せるかって言われたらちょっと分かんない。1万5000は1万2000、5000、武器によって全然違うな、攻撃力が。めちゃくちゃエネルギー使うけどね、ハイパーメガバズーカランチャー50 倍以上使うじゃん、フィンファンネルの。それやっぱそれだけの価値はあるわな。シナンジュを出すか。シナンジュだけだと倒せないからね。ギャプラン、ギャプランのレベルを上げていきたい。7790、ダメだ。ガトー少佐3500しか当たらない機体性能かな、全然違うな。やっぱりガトーも試作2号機つらいか。バナージ一旦下げよう。でマグナムで減らしておくか。パラを戦場にするなんて、可能性という名の光を消してしまってはいけないんだ。戦い合わないと世界が変えられないのか。超強い。熱源が接近しています。注意してください。敵は射程圏内だ。落ち着いて対処しろ。落ち着きすぎだろ。めちゃくちゃダメージ食らってるぞお前ら。え、ユニコーン攻撃力400超えてんじゃん。何これ。うちの部隊誰よりも強いんだけど。もうかわせるよな。支援反撃も入れておこう。もう一人、あれ、これ支援反撃入れて瞬間か。これでなかなかいい感じに減ったはず。でドラッツェはパ
来るから無傷にしておこう。まあ、攻撃する意味もないしね。ラーカイダム狙いか。どうしようかな。核弾頭ミサイル使うか。やばいやばいやばい。やっぱ戦艦だな。やっぱり食らうとまずいのが。攻撃力が高くなってるから狙い撃ちにされたら割とすぐ落ちそうだな。ヒットポイント4万あるとはいえ、ムサカは破壊しちゃおうか。破壊できなかった。このドライ戦どうしようかな。いや取るか。結構ねシークレット機体は経験値が高いからね、倒して経験値にしたいっていうのもありだけど、ではどうするか。フェニックスガンダムで一旦減らす。ピンポイントだとなんかちょっと倒しちゃうかなっていうのがあったけど大丈夫か。でギャプラン12000。へへへ、268とか。そうするとララスンのレベル上げるか。これはビームサーベルでいいでしょう。まあゲーマルクはね攻撃力高いよ。てか俳優ガンダムより攻撃力高いじゃん。ちょっと待って、こうか。でシナンジュは返して、で捕獲できるのは捕獲しておこう。ちょっと邪魔だからねこいつら。で進んでこいつ倒しちゃおう。支援入るか。何上がらない。てかサダランとか5000必要なの？レベルアップまで。サイコハードちょっといけない、でかすぎて。細身のやつを出すか。そうか、アムロとかが出てんのか。だいぶエネルギー食ったなやっぱり。ハイパーメガバズーカランチャー、俺たちが世界に心の光を見せなければならないんだ。パワーならこっちだって負けちゃいないはずだ。仕留めてみせる。俳優ガンダムは盾じゃない。めっちゃすげえなこのビーム兵器。各砲座は確保に応戦してください。敵は射程圏内だ。落ち着いて対処しろ。打ちつきだけはあるよなこいつら。無駄だ。さてリゼル、リゼル、レベルアップ。アタックバースト、いいね。さてここをどうするかな。
バナージで一回ドライセンつっつくか。ビームマグナムの射程ギリギリでジャイアントバズーカ持ってんのか。強い。マジで強いんだけど。ハロビットでいく。1万2000って通せっかな。あ、クリティカル出たわ。400-300か。エネルギーを上げていこう。で、戦艦は行けるところまで行って、邪魔なやつは捕獲していこう。リゼルはもう帰る？リゼル C 型、あー、ゼネラルレベルね。これ何？ディフェンサーアルファユニット、ゼータガンダム。ゼネラルレベルからまたでも進化できるね。ゲーマルクも一旦帰るか。こいつはもうサクサク倒していけんな。回避するか。おお、来た。もう一旦おびき寄せるか。ギャフラン回が全然上がってないな。何になるの、そもそも。ファイヤーにするか。このバチバチいってるやつだな。なるべく戦艦が通ってる道を作っとかないとね。そうか、バイヤー。バイヤーじゃね、ギャプラン、なんだかんだ言って倒してねえんだ。で、ここで、まあ、ビームライフルと、これでいいでしょう。ギャプラン回ってもう元々モビルアーマー形態になってんだね。あれ、艦砲射撃当たんねえか。ダメージはめっちゃ食らうな。捕獲誰？あ、こいつか。これ止まった後でもそりゃ散布できたんだったね。全く使ってなかったけど。さて、じゃあどっち出そう。キューベレンの部隊を出すか。ハーマン様、14レベルか。もうで、もういいか。多分ユニコーンだったら全然いけるな。で、汽車とやってアイフィールド持ってんの？あ、持ってるね。接近戦で勝負しないとダメか。え、メガ粒子砲7000とか強くねえか。大丈夫か。これがあの子の力。いや、違う。お前は誰だ。ここで倒す。怖いことだってわかるんだよ。なんとかする。なんだこの感じ。何者だ。4200か。アイフィールド発動してんの。
いまいちわかんねえな。アルフィード発動したんだか発動してないんだか。 50% 軽減だから、まあでも発動はしてんのかな。覚醒値200以上、え、バナージ覚醒値200以上あんの。まあいいや。じゃあハマン様のゴエルはつけておこう。シロッコは護衛とかね。で、こっちだな。とりあえずサイコハルはちょっと上の方に進んどくか。いや、一回乗っけて、アムロで、ドラッツェを倒しておこう。さすがにちょっともうエネルギー不足だな。でラーカイラムを進めて対空攻撃と、でクラトルの部隊を出すか。ロングメガバスター、デルタ海。あ、そうか、もうデルタ海はもうこれで一応終わりか。じゃあ、紙にはちょっとデルタ海を鍛えていこう。エネルギー的にはファンネルが一番効率いいね。で、こいつはね、ミサイルが一番いいんだよね。てか、そうすると倒せるか？倒せなかった、しまった。4500か、結構食らうな。でちょっとこっちにクワトロを置いて、まあ、ミサイルポットで引くか。ちょっとミサイルポットで行ったのが間違いだったな。であとは支援をかけていけば、まあ、ダブルゼータ、デルタガンダムがねちょっと武装がな貧弱だからな。ちょっと一旦ダブルゼータでいくか。ダブルゼータはねもうダブルビームライフルのね攻撃力が強いからね。8000の8000、まあいい感じではあるよな。これ3人でかかるか。そうすると3700って、これはミサイルポットでいいでしょう、さすがに。あー、やっぱ攻撃力全然違うね。武器の攻撃力ってやっぱ大事なんだな。で、これもちょっとやっぱ3人がかりでいくか。だって1万でしょ？ビームライフルが5000、まあ、クリティカル出たかんね、ダブルゼータは。やっぱそうすると3人がかりか。フルアーマー低しさえも一応攻撃力300は乗ってんだけどな。デルタガンダムはちょっと不安だから後ろに下げておくか。まあこれでいいか。ギャプランは変えそう。でこいつはここにいて削り役を任せるか。バーニングファイヤーとか使ったことないな。バーニングファイヤーで死なないよね別に。15000どうだ。半端な覚悟で来るのなら大怪我どころじゃ済まないぜ。奥の手を見せるとするか。俗に言う必殺技ってやつだ。落ちろ。あ、そのまま突っ込むんだ。しまった、足の速いやつがいる。うおー、9000とか。マジか。これはマジでやばい。
アイフィールドはやっぱ発動してたんだな。ちょっとこれ回復弱ったっけ。ちょっと待って、クワトロスキルじゃない。かわすことを祈るしかない。機体性能が違いすぎる。これが突っていた代償か。まあ確かにね、当たらなければどうということはないけどさ、当たったら致命傷になるな。痛い。またシロッコとかもね、レベルいくつ ?2 とか3じゃない。これ必要、あれかけとこう。2人で支援を、量産最高はこれか。浜野様はやっぱりねマジックパワー減らしたくないけど一回つけば5000近く食らうのか。まあ、5000くらいだったら反撃しとこう。フェニックスガンダムってアイフィールド持ってないんだっけ。3900とかもうマジでやばいわ。ギラツール、うわークワトロもエネルギーがないか。ジュドーもエネルギーないね。クシャトリア、ちょっとこれまずいよな。さすがに防御して完全に安全性を取ろう。おお、1500。あれデルタガンダムはでも対ビームコーティングとかアイフィールドとか持ってるのかな。対ビームコーティングか。いやちょっとさ回復したけどさ全然間に合わないわ。帰ろう。でシロッコ5レベルか。シロッコね上げていきたいんだよな。そうだよな、シロッコだけやっぱりレベルがちょっと低いんで、シロッコもファンネルだな。一応支援かけとこう。先端は上げられるときに上げておきたい。じゃあちょっとバナージでとどめを刺すか。争いを止めればこんなことを続ける理由はなくなるんでしょう。この分からずや。うん、普通に引いてったか。でそうするとここの舞台はデルタガンダム、デルタプラスにするのに5もかかるんだ。ダブルゼータももうないしね。そもそもデルタ回で入れていくか。こいつは大丈夫か。ちょっと今はデルタガンダムのレベル上げを最優先としよう。ってことはデルタ回でプロトフィンファンネル、これちょっと見たいな。損傷を与えられなくても足さえ止められれば。そうやすやすとやられるわけにはいかない。ならばファンネル。え、どういうあれ。ちょっといまいち分かんなかったな。デルタ回機動力が高い。4500って当たったっけ。あ、全然余裕だ。これで4レベルか。デルタプラスのね、ハイメガランチャー的なものがあればよかったんだけど、
一発にかけるんだよね、やっぱり。で、サダラーンで、こいつを倒すか。さて、あとは、ハマーンとシロッコのペア。もう最強だな、これ。まあ別に機体自体はそんな強くないけどさ。じゃあ減ってんのか。量産サイコ自体もな、あんまり活躍してるイメージがないからな。たまには活躍させるか。フォーもな、なんだかんだでレベルは低いな。格納式なんちゃらメガバスターか。え、量産型サイコガンダムってこんな弱かったっけ。やはりサイコガンダムのイメージが強すぎたか。デラーズ意外に倒してたし。おー、バナージが手に入った。これバナージ次入れましょう。あいつと変える。あ、てか今ここで変えればいいんだ。申し訳ないけど、ユーグクーロと変える。ユーグクーロはあんまり別に思い出はないんで申し訳ないけど待機させてスカウトしよう。まあやっぱ高いよね。あ、こっちのシャアもいつの間にか雇えるようになってるし、変えようかな。レベル1に戻るけど金大丈夫っていう。19レベルまで上げたのにな、せっかく。こっちのシャアやっと、おっと、敷地的には大丈夫だよね、シャアだったら。245で、そもそもリゼルいらんから置いとこう。でユニコーンがいるんで、どっかに。そうだ、バルバトスとかね、ダウンロードしたんですよね。俺見てないんだよね、でもオルフェンズ。あれ、ユニコーンとかどっか作んなかったっけ。俺作った気がするんだけど、あれ、あ、こいつできた。なんで黒くなってたの。まあいいか。ユニコーンモードのデストロイで緑っすね。まあいろいろ他に発生するんで、ちょっとバナージのレベルを上げつつ使っていこうかな。じゃあ、でちょっとシナンジュはネオジオン軍にはできないんで、でかすぎて。シナンジュスタインか。まあ戻るけどちょっとこっち作っていこう。ゲームマルク、ギャップランはまだでしょ。これどうするかだよな。試作2号機ノイエジールはね、これまたでかいからね、後で考えよう。でハマーも別にキューベでいいでしょ。でこいつもこれでいいでしょ。大丈夫だな。量産ニューガンダム、こいつはまだ無理だね。よし、じゃあ捕獲で、ラッツ1体パクって、ドライセンパクって、あとは買いたいと。ユニットの設計を見て、特に何にもないからこれで OK。 はい、というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。